月12日都内某所、両選手のフェイスオフ会見が行われた。とりあえず弱そうなんで、楽な試合ですよね。破天荒なクレイジー野郎中川麦茶。こんなに息があってね、仲良くなったりね、ガキみたいなことばっかりしてるじゃないですか。自信ないんですよ、なんてかもこいつはね。亀田家を離れ原田ジムで躍進を見せる何話の強肩亀田京之助。マッチメイクしたのが良かったのか、良くなかったのかっていう危険ですよね。じわじわ痛めつけようと思ってます。じわじわ痛めつけて最後に倒そうと思ってます。生きるか死ぬかの勝負なんで、もうリングでひっくり返したろうと思うんですね、あいつは絶対に。望む結果は KO 決着のみ。この試合は危険だ。結構自分の考えたことが作戦がハマるんですよ。違う、もう作戦立てたら 100% ハマるんですよ。めちゃくちゃ考えて戦うんで。実はいろんな試合も経験してきてるんでね、戦い方うまいですよ。クレバーなボクサーです。常に冷静ですよね。左で今回も終わらせるんちゃうかなと思いますね。自分パンチも自信あるんで、勝手に試合ほとんど倒してきてるんで、もう前半で倒しきれるんじゃないかなって結構思ってます。まあ、彼はどっちかいうと、アウトボクサー、距離を取って戦うボクサーでも、一発のこのパンチもあるんで気を抜けないボクサーですね。だから今回かなり煽られたっすけど、もう全部分からせるんで、今日このリングで全部分からせる。おい麦茶、リングの上でみんなの前で恥かかしてるか楽しみにしとけよ。ねえ、これもう激突だ、楽しみな一戦ですよ、お互いバチバチですからね。どんな試合になるんかな。中川麦茶 VS 亀田京之介。